皆さんこんにちは、レック専任講師の根本です。ここでは2020年用司法書士試験夏のインプット講座、そちらのラインナップをご紹介いたします。やはり今年気になるところは民法の改正だと思います。民法の改正どれだけ多岐にわたるかというと、1番目に 36% という数字が載っています。条文の数だけ単純比較すると約 36% の入れ替えが起きるんです。これはどのレベルの方でも今持っているテキストで勉強するのは絶対 NG です。どこがどう変わっているか、その量がすごい多いので書き換えるというレベルでは済みません。そのため必ずインプットテキスト、インプット講座、これは受講するようにしてください。レックでは民法のインプット講座、3つのアプローチの講座があります。一番上、運の講師が行う実践力パワーアップ講座、改正もそうだけど従来論点、これも含めてしっかりやっていくというものです。こちらですが、イメージで言うと改正は全体の 40%、 従来論点もしっかりやると。一方、同じようなスタンス、改正論点もやるけどちゃんと全文やってきますよと。これは森山講師の改正 V マジック講座というもので、改正の比率が約 60%。 そして私が担当するのが2番のところです。改正しかやりません。改正部分だけに特化して説明します。それがパーフェクトロアー講座、こちらの民法9回の全部が債権法と相続法の改正で行います。改正の比率 100% 改正です。それぞれ3つの講座、このような感じで民法を攻略していきます。次に、このレックの夏のインプット講座、どんなパッケージングがあるかということを紹介していきます。大きく言うと、全科目インプットが欲しいか、とりあえず民法のインプットとプラス答練でいいかで分かれてきます。一番上と一番下、これが全科目インプットという部分です。全科目のインプットのパーフェクトローラー講座、全科目インプットの実践力パワーアップ講座、その全科目プラス答練というパックになっています。一方、民法のインプットプラス答練でいいという方は、この真ん中2つ、真ん中2つ、こちらの方のパーフェクトローラー講座の民法だけ受講するプラス答練、もう一つは V マジック講座プラス答練という形で民法だけという受講の仕方もあります。この2つ、先ほど言ったように改正を扱う論点、扱うでパーセンテージが違います。また元々のレベル感が違います。パーフェクトローラー講座、こちらについては模試答練等でコンスタントに15問は取れている、そういう方が対象になります。改正だけ行います。改正前の内容が分かってないとちょっときついところが多くなります。なのでちょっとレベル感としては高めの設定になっています。一方、 V マジック講座の方は、こちらの方は10問程度、そこそ10問程度取れていればついていけるというレベル感にしています。では次に、全科目インプット、この2つの比較をしていきます。まずは元々のレベル感が違います。実践力の方については一通りの学習が終わっている、ただ今年の基準点予想まで行っていないという方が対象です。講座としては改正だけではなく全科目をしっかり勉強したいという方におすすめです。一方、パーフェクトローラーの方については基準点予想の点数がいっている、もしくは今まで基準点突破経験があるという方を対象にしています。はい、でこれまた問題のレベル、正解問数によっても違ってきます。正解問数大体の年でこのぐらい取れているという方であれば、実践力の講座難なくついていけると思います。一方、
パンフローラー講座の場合はだいたい例年25問程度、午前午後25問程度以上は取れないとなかなかついていくのがきついと思います。扱う論点もだいぶ違います。実践力パワーアップ講座、こちらの方では基本論点、こっからしっかりやり重要論点と攻めていきます。基本論点にしっかりと時間を使っていきます。一方パワーアップローラー講座、ここは基本論点はほとんどと言っていいほど触れられません。例年行為能力は5分ないし6分程度ぐらいしかやりません。ですがよく出るけどみんなが弱くなるというようなところ、先取り特権とか非典型担保とか、そういった部分の説明や、よく出るけど難しめの分野、最近の判例とか難易度の高い論点、そういったことを中心に説明します。以上がレックの夏のインプット講座のパックのご紹介になります。こちらの方ですが、個人個人によって状況やレベルも違うと思います。ぜひ一度レックの方に足を運ぶ、もしくは電話相談等をし、ご自身に合った講座を選択してください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。